はい、今日ご紹介しますのは、野良犬の値段、百田直樹さんの小説です。百田直樹さんってもともとあの放送作家なんですね。もともとの物書きとはちょっと違う放送作家で、テレビの面白い番組なんかを作ってたのがあるので、まあ実に面白い小説を書きますね。デビュー作があの永遠のゼロですから、私ももうあれは一番の今までの号泣小説のですね。でそれ以降ですね、私はあの百田さんにすっかりファンになっちゃってハマって、百田さんの書いた小説は全部読んでるんですね。ただどれも面白いのは面白いんですけど、どう面白いかというとみんな違うんですね。時代劇があったりとか、サスペンス型のものがあったり、まあ、歴史ものがあったり、まあ、いろんなジャンルのものをいろいろこう書かれる。これがもう実にまた面白く、もう読み出したらもう引き込まれて一気という感じです。これも初めて挑んだミステリー小説ということになりますね。結構ちょっと厚みがありますけど、やっぱりもう一気ですね。実に面白いと思います。うちでご紹介するにしては、まあ、今売れ筋のといいますか新しいような本のものになりますけれども、ぜひおすすめしたい一冊です。